ダービーマッチ日本のダービーマッチ、東京ダービー FC 東京と東京ベルディのホームスタジアムである味の素スタジアム、東京ダービーは東京都にホームタウンを置くサッカークラブによって行われるダービーマッチ。ある時には FC 東京と東京ベルディ1969加盟の試合の呼び名として使われている。なお、投項目では FC 町田ゼルビアや 東京武蔵野シティ FC など FC 東京を呼び東京部以外の東京都にホームを置くクラブ間の対戦も記載する。FC 東京が J1 へ初めて昇格した2000年が両クラブがプロクラブとして対戦した初めての機会であった。なお、1970年に両クラブの前身である東京ガスサッカー部と 読売サッカークラブは共に当時所属していた東京都社会人サッカーリーグで一度対戦したことがあり東京ガスガゴの3で勝利を収めている2001年東京部位が東京都にホームを移したことにより東京ダービーが始まった東京ダービーの初戦は東京スタジアムの小倉落としとして注目を集め 同試合のホームゲーム開催権は両クラブ社長によるくじ引きで決せられた。東京 V がダービーに勝利して J に降格を免れた2001年最終戦や東京 V の終了間際の同点劇により FC 東京発のそしてアマラオ最後のステージ優勝の可能性が途絶えた2003年セカンドステージ第14節などリーグ戦は全て一点災内である。 さらに、2008年のリーグ戦では2試合とも、後半アディショナルタイムに決勝点が決まっている。なお、両サポーター同士での小競り合いがたびたび起こっている。FC 東京のサポーターには、ベルディだけには負けられない、一生青と赤緑は大嫌い、東京というサポーターソングがあるほか、かつての名称である、ベルディ川崎コールでコールすることや、 東京ヤクルトスワローズの応援を流用した東京温度で読売サッカークラブをコールするものもある。一方、東京 V にも、さあ行こうぜ、男なら気持ちを見せろベルディアレ。俺たちのパス回せばガスに負けるはずがないという応援歌がある。アジスタ FC 東京東京 V スタジアム及びクラブハウス所在地リーグ戦カップセンター特典者 FC 町田ゼルビアが J リーグで加盟した2012年より、東京 V と町田の間で、東京クラシックとして、ダービーが開催された。リーグ戦東京ベルディ、4勝2分4敗、FC 町田ゼルビア、5勝4分4敗カップ戦ほか、東京ベルディ、0勝1敗、FC 町田ゼルビア、1勝0敗、天皇杯全日本サッカー選手権大会における、東京都勢同士の対戦は、以下の通り、 ありがとうございます。